今までみんなは、現在完了形っていうのをこの3年生になって勉強してきましたね。で、ここのこのキーセンテンスを見ると2番目の方です。 I have been reading a book since 10 a.m. という文章があって、これってと思って、多分みんなちょっと前のページを、ね、戻してくださいね。22、みんなが習ったのはこのベイカー先生のところで I have lived in Japan for 5 years。I have lived in Japan for 5 years っていうのをやってますね。で、これはみんな現在完了形っていうので線を引くんだよっていうので have seen っていうふうに、ここのところですね、ここ現在完了形の時は動詞みたいに一つじゃないので、このいつも have と過去分詞っていうふうに習ったものがこう2つになって一つの実践を表すんだよ。そしてクエスチョンになった時にはここ分かれちゃうよっていう話をしていたと思うんですけれども、今回みんなが習っているところに何が余分に入っているのか、今度また24ページに戻って見てほしいんですけど、何が入っているのか、何が変わってしまったのかというと、ちょっと赤でやりますね。この文章が今みんなの教科書に載っている文章なんですね。I have、 ここまでは、あ、完了形だから have が来てるんだなってことで一緒なんですけど、問題はここです。 been reading っていうところがありますね。ここで、ここ、いつもみんなこうやってね、弾いてるでしょ、ね、そうすると今度このさっきの have seen って言ってたところのこの seen の過去分詞っていうのが、あれあれあれ、 been になってるんです。been っていうのは何の過去分詞かというと、 be 動詞の過去分詞になるんです。ちょっとややこしいと思うんだけど、 be 動詞覚えてるね。私だったら am、 he is、 she is、 it is ですね。じゃあ how about we are、 that's right、 they areですね、そしてあなたたちっていう、あなたがいっぱいいる時もあなたっていう時もどっちも同じで You are でしたよね。これが B 動詞なんですけれども、この Have っていうか、この今のみんなが新しく習う現在完了進行形っていうのの形というのは、まず形だけをちょっと見て覚えてほしいんです。 Have の後に Been が必ず来るっていうのがこの現在完了進行形の形です。なんかもう現在完了形と現在進行形って何と思ってると思うから、とりあえずこの形だけまずね、 have been reading ですね。この reading っていうのはみんなもうわかると思うんだけど、ちょっと上のセンテンス見てみる。 I am reading a book now、 これはどういう意味だったか思い出して、3年生、これは今まさにその最中ですっていう時のこの I'm reading a book っていう言い方をするって言ったよね。これは一番小さい子にお母さんが What are you doing? I'm cooking! ね、本当にクッキングしてるくらいね、ちっちゃい女の子でね、I'm cooking! って言いながらこうやってるっていう、そういう感じ。あと本なんかを読んだ時に Oh, what is he doing?He's running とかですね。こう本当に小さい子が絵本を読んだりするときに What is he doing? What is she doing? っていう方で、今この人何やってるのかなっていうので一番使う時制がこれなんですね。で、あんまり私日本語書くのが好きじゃないんですけど、一応書きます。これがみんなが習っている現在、ここです。ここが進行形って習ってるのがここですね。進行形ってみんなが習うものっていうのは、このイング形のことです。ing verb っていう言い方を実は英語では言うんですけれども、これは現在進行形になる。これが入っているのでね。で、現在進行形っていうのは、ここの形が、I だったら am だし、he だったら is だしって今言った形いいかな。ね、これが現在進行形、ね、現在進行形の意味を考えてほしいんです。今度はいい、意味を考えますね。現在進行形は今言ってる、今です。だからまさに誰かが言ってた今でしょうっていう、この今っていうのがこの現在進行形なんだけど、ね、みんな3年生のみんな、こ
この過去進行形っていうのを3年生のみんなは2年生でやってるんですね。実はでも今の2年生の子たちはこれやったことになっちゃってる。実は1年生で今年からはやってるので、この I was reading a book っていうのをちょっと見てほしいんです。これをですね、勘違いしてる子結構多いんですね。 I was reading a book at that time っていう言い方、まあできますけれども、本当はですね、 reading a book っていう子の reading している子の動作っていうのがここにあるんですね。私はそのリーディングしているというその状態にあったっていうのがこの意味なんです。進行形っていうのだから、過去進行形と現在進行形のちょびっと違いっていうのは、現在のことを今って言った場合はもう今なんです。今、もう今は今しかないです。でもこの過去進行形ね、これは過去進行形なんでしょ。じゃあちょっとこれ変えるね。これは過去進行形になってるでしょ。過去進行形っていうのはみんなこの読んでた状態っていうのは1秒だと思う1秒じゃない読んでいた状態っていうのがある程度状態としてないといけないんです、この過去進行形っていうのはね。で、この文章を覚えてるかな。 I was reading a book when my mother came home。これはね、When my mother came home のこっちをね、逆にしちゃう子がいるんです。When I was reading a book, my mother came home っていう方はできないんだよ。うん。なんでかっていうと、みんな、When っていうのが来たら、この When っていうのはね、When っていうのは、過去の一点のことを言うことしかできないんです。過去の一点。ね、だからこのお母さんが帰ってきたよっていうこの一点を言うことはできる。だから When my mother came home っていう方はできるんです。お母さんがだって帰ってきたその瞬間っていうのはもう一瞬なわけなので。なんだけどこの I was reading a book っていうのにこの When をつけるっていうふうにしちゃうことはできないんです。だって reading a book している状態っていうのは1秒でもなければ 0.1 秒でもなければ、ある程度のこの状態なの、状態。そこがこの現在進行形と過去進行形の大きな違い。そこが分かってないとこの When っていうのが来た時に When I was reading a book、 私が本を読んでいた時っていう文章を間違って作ってしまうんです。これは While っていうものを使わないと、この I was reading a book っていうのをもし本を読んでいた時っていう風にしてもし言うんだったら、これは when じゃなくて何を使わなきゃいけないかっていうと、ここに書きますね。そこに書くとややこしいから while っていうのがあるんです。 While I was reading a book、 私が本を読むという動作にいた状態だった時っていう言い方はできます。ただこの when っていうのは使えない。When はいつも言うけど、When ね、When っていうのは過去形と相性がいいっていうのをいつも言ってますね。いつしたの、いつ食べたの、いつっていうのが大事なので、この When の When の後に来るのは過去形でないと成り立たない。過去進行形はダメです。進行していては過去の一点にはいけないから。買ったかな。それがこの現在進行形と過去進行形でまずみんなが結構ごちゃごちゃになっちゃうところなんです。で、この過去進行形っていうのが分かっていると、今日やるあのこの、現在完了進行形っていうのも実は分かりやすいんです。この現在進行形だけしか分かってないと、この現在完了進行形っていうのがいまいち分からない。だってこの現在進行形っていうのはもう一瞬のことを言っている、今のことを言ってるから、今のことを 言ってるっていう感じのイメージ の文章になるのでね。実際にはリーディングしているその状態なんですけれども、やっぱり現在進行形っていうのを考えた時には
What are you doing now? っていう感じで今のことを聞いているので、現在の進行しているわけです。今まさにその真っ只中にいるっていう感じがこの強いんですけど、これが過去になるとこの今やろうとしている Have been reading っていうのの感覚にちょっとね実は近いんですね。じゃあね、今この Have been reading の前にもう一つみんなが習った現在完了形、この前のページでミスター・ベイカー先生の出てきたこのいわゆる現在完了形っていうのを見てみるね。そうすると現在完了形っていうのは I have read a book っていう言い方をするとみんなどうなるの？うん、読んだよっていうことですね。いつ読んだっていうことは関係ないね。でも私この本読んだのとか I have readThis book って言い方の方がもっとなんかこうリアルな感じがするんですけど、まあ、この前これに合わせて I have read a book、 私今日一冊ね、タイトルはまあ特にメンションしないけど一冊本読んだよっていう感じで、その読んだから今すごく幸せなんだよねみたいな感じで、その本を読んだことが今の自分にこう何か続いている感じ、この感じがこの、 あの現在完了形を使うっていうので習ってると思うんだけど、この完了っていう言葉ってどうしても日本人あの中学校で英語勉強しやめるとはーってなっちゃうのは、別に完了しているっていうよりは今に続いてるっていうイメージの方が本当は強い。だからみんなに注意してほしい、この have っていうものがここにあるってことなの。ここに have っていうものがあるからあなたがこの持ってる感覚、だから本を読んだということが今も続いて持ってるから私はタイヤとかね、だから疲れてるのとか、だから幸せなのっていうか、この本を読んだっていう過去のことが今と関係ないっていう過去形じゃない、今と関係あるっていうことがこの現在完了形の一番のポイントっていうのはもうやってきたと思うんだよね。そしてここに新しくこのついた Have been reading っていうのですね、これは実はこの人のI have been reading a book since 10 a.m. のこの一番最初のこの絵を見てると、メグちゃんっていうのは本を読むことはもう終わってるんですか？終わってないんですよね。メグちゃん今も読んでるんですよ。10時からずっと読み続けてるっていうことなんですよね、このメグちゃんの。でこれじゃあなんでね、この I have been reading っていうふうにしてるかっていうと、この今に続いているっていう感覚は過去でもう関係ないっていうこの過去形でもないしね、それから過去のそのある時期にあったお母さんが帰ってきた時にこの読んでたっていうその過去の事実ではないんだよね。これはあくまでも過去進行形っていうのは過去だから、過去っていうのがついてるっていうことはもう今とはあまり関係ないところの話をしてるっていうことは変わらないわけ、この過去進行形っていうのは。で今このめぐちゃんが一番言いたいことっていうのは、10時からずっとこう本を読んできたこの子は俳句のね、そして今も読んでてめぐちゃんもこれで終わりなの？本違うよね、多分これお父さんが聞いてきて、わあずっと読んでるね、そうなのって、 このままめぐちゃんはまだずっと読み続けると思う人、はーい読み続けるんです。だからこっちでは表せない。もしこれをめぐちゃんがね I have read a book っていうふうに言っちゃうと、この読むっていう行為はもうこの話した今のその話しためぐちゃんのその時点のまででこの終わってる感じになっちゃうんです。読んだのよっていう感じになっちゃう。だからみんなこれ経験とかいろいろそうやってね学校で勉強すると思うんだけど、要するにこっちとこっちの違いがあるからこういう言い方があるんだよね。言語ってそうでしょ、こう区別したいから別の言い方があるっていうことなんだよね。でだからこれをみんな頭の中で数学みたいに過去進行形っていうのはここに being が来てこの read が reading になるんだっていうことだけでこう頭の中で覚えようとしちゃうとね、テストの時はかろうじて間違いなかったかもしれない、間違いないかもしれない、でもいろんな時制が入ってきた時に何使えばいいのか分かんないっていうことになっちゃう。だから一番大事なのはこのなぜこれを使うかっていうことを理解することなんだよね。まずいい I have read a book っていうのはこの人は読んだのよ、だから
That's why I'm so happy! とか That's why I'm so sad! 読んだことによって今私がこういう状態なのみたいな、その読んだということが今の自分にこういうふうに影響しているっていうことを言いたいときに I have read a book today! っていう方が言えちゃうわけですよね。自分の状態を言ってる。I have read a book. I have read this book. So I feel so happy. みたいな感じ。これが現在完了形。これに対して I have been reading a book. この場合は、ね、この since っていうのがなかったとしてもこれは成り立つ文章なんです。I have been reading a book っていうのはもうある過去のいつかからかずっと読んできてて、そして今もずっと読み続けていて、まだ終わってない、このまだ終わってない読んでいる状態にまだあなたがいるよっていう、このリーディングっていうこのところが一番ね、状態にあるっていうことなんですよね。これがですね、一番ちょっと分かりやすい、文章っていうのが I've been painting the house all day、この文章ですね。I've been painting。 ここがじゃあ painting に変わったというふうに考えると、 painting というのはみんなペンキを塗るということですよね。じゃあここ painting に変えましょう。いいですか。 I've been painting 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 the house、まあ、この人の家なんでしょうね。 the house で、この下ですね、 all day、 ちょっとここのところにもう黒板が小さいから書けない。All day ね、こういうふうにもし言ったとし、あなたの友達が I've been painting the house all day っていうふうに言ったとしますね。My house でもいいですよ。The house, my house, all day。こういうふうにもしお友達が言ったらですね、このお友達は、はい皆さん、ペンキはもう終わったと思う。この人もうこうやって家をベタ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 、はあまだ終わらないってこうやってやってる人がこの人。ね、でこの人が I've been painting the house all day って言った時に、果たしてこの家のペンキはもう塗られてパンパカパーンっていう風に完成してるかどうかっていうと、完成してないんです。これが現在完了進行形だから、進行形を使わなくちゃいけないんです。もしこれがね、この下の文章で I have painted になってたとするよ。painted the house。 I have painted the house。 こういう風になっていた場合は、この人は、はあ、I have painted the house って言って、この人が見ている家はもう完璧にペンキが塗られて終わっているっていう感じが、この I have painted the house になるんですね。で、もしこのハブがなかったとする。そうするとみんなこれ何になるかっていうと、I painted the house the other day とか、これはやっぱりいつっていう、この when っていうのが関係してくるんですね。過去形っていうの。I painted the house the other day とか yesterday とか、いつペンキを塗ったんだよって、もう今は関係ない、今じゃないっていうことを言ってるのが、この I painted the house っていう、もう今の私は全く関係ないところにいるんだけどね、ああ、うん、ペンキね、私ね、そうそう塗ったのよ。ね、もう2ヶ月ぐらい前に塗った、うんうんっていう感じで、イメージとしてはね、もうペンキを塗ったという行為によってあなたが別に今疲れてるわけでもないし、今の私には本当何にもペンキを塗ったっていうことは関係ないんだけど、まあ、ペンキ塗ったっていうこの過去の事実として言ってる場合には I painted the house っていうふうになるけど、もしあなたが今ペンキを塗ったせいで、例えば疲れてるとかね、もう休みたいとか思っている。ね、でももうペンキはもう濡れてる。で、これが I have painted the house っていうふうになるわけ。で、じゃあこの I have been painting the house っていうのは何のためにじゃああるかっていうと、こっちでは表せないことを表すためにここに存在している。だから必要なんだよね。だから完了進行形なんていうまたややこしいのが出てきたんだと思ってほしい。そうするとこれはさっき言ったように、もう一回はい、じゃあビデオの前で言ってください。この女のこの人は
ペンキずっと塗ってきたけどまだ終わらないっていう、これがまさにこの I've been painting the house all day but I haven't finished っていうことです。まだ終わってない感じがこの I have been painting っていうのになっているね。なのでこの進行形っていうのがこれで3つここにこう出てきてるんですけれども、進行形っていうのは現在進行形に関しては、まあ、他の用法も実はあるんですけど、この文章みたいに Now っていうのが入ってる場合はまさに今まさにそのアクションしてるっていう今になるんだけど、この過去進行形になった時っていうのは実は過去の一点を表すことはできない文型なんです。過去の一点を表すときに表せるのは過去形しかないです。いいかな？過去形しかないです。で、どうしてそうなっちゃうのかというと、現在形っていうのはみんなさ、いつも大体っていうんでしょ？現在形こそ今の right now っていうのを表してはいないの。だからここで進行形が過去進行形になるときと現在進行形になるときと、現在形と過去形っていうのはなんとなく頭の中でこうクロスしちゃっておかしくなっちゃうんだよね。なんだけど今日やったよね、 when っていうのが来た時には過去の一点です。だから例えば歴史を勉強してて江戸幕府は何年に開かれたっていうと、江戸幕府が開かれた年っていうのはまさに when になるでしょね。そうやって歴史勉強してると、その when っていうのは過去の一点を表すので、この今ここにある文章ね、 I was reading a book when my mother came home、 ただいまってこの言った瞬間にあなたは本を読むという状態にあったっていう言い方がこういう形でできます。これ気をつけてね、 when I was reading a book、 これ絶対罰だよね、これよく間違えちゃうんだよねみんなね。それからこの進行しているこの状態にあるっていうイメージからいくと、これわかるよね、 being painting、 being painting の状態にある、これはこっちの was reading とあんまり変わらないみたいです。その being painting の状態にあるっていうこと、そしてそれが今も being painting の状態が今にも続いていて今も塗ってるっていう感じです。まだ終わってないっていう実勢を表すときに I have been painting the house all day っていう言い方ができるんですね。じゃあもう一ついきます。このね、前、インスタグラムで紹介している English for Everyone っていうこのガイドが出てるんですけど、 BK っていうところから出てるんですけど、ここにですね実はこういうふうにイラストで、今ねちょっと遠くだからあれだと思うんですけど、イラストでこういうふうに書かれているんですね。でこの時制に関しては本当に私は日本の文法書を一生懸命勉強するよりも、もう絵を見た方が一発で分かるっていうものがすごく多いので、ちょっと今日はこれを見せて本当はね授業ができたらいいんですけど、それができないので、イメージ的にね私がこうリアクションして、ここでこうアクションしてみんなに伝えたいと思いますね。まずこの I have been fixing my car っていうのはさっきの現在完了進行形っていう感じですね。この been fixing っていうのがもう来たらみんなは頭にパッと覚えてほしいのは何かっていうと、終わってないっていうこれです。もうこれが来たら終わってないっていうこの顔を思い出して、そうするとこれ意味がすごくわかると思うんです。 I've been fixing my car っていうのをこう fixing っていうのをこう直すっていうことなんですね。だから Oh no って言いながらこうやっている。そしてこの人はまだ終わってないわけです。まだ終わってない、車がまだこう壊れた故障した状態で I'm covered in oil、 ぐしゃぐしゃだよっていう感じですね。この covered in oil っていうのはもう油だらけになっちゃってる感じ、体中が、そういうイメージなんですけど、要するに伝えたいのはここですね。さっきから言ってるけど、もうこれはもうこういう感じ、あー終わってないっていう感じ、終わってないっていうのがあるわけ、終わってないっていうのがこの have been fixing、 現在完了進行形です。進行してるんです。今もずっとまだ進行し続けてる状態にあなたがいるからね。次は I have fixed my car、
はい、こっちは being fixing じゃなくて fix ってなってるってことは、ああ終わったねっていうことです。だからこっちはどっちかっていうと終わったっていうことです。終わった、これが現在完了進行形じゃない方です。ごめんなさい、現在完了形ですね。終わって、その終わったものが終わっちゃって今関係ないっていうんじゃないです。このハブだからね、終わったことによって今私はっていうのがここです。 Now、 ここ文章切れてますよ。 Now I can drive to work again。 ふぅ、終わった、 My car is fixed、 もう車が直ってる。 Then I can drive ですね。 I can drive to work again、 そのお仕事に行けるぜっていう感じです。だからこれも結局その車を直したっていうその事実によって今の自分がね、仕事にも行けるっていうことに関わってるから、だからこれ過去形にはしてないっていうことですね。もしこれ過去形にして I fixed my car、 I fixed my car 3 minutes ago みたいにして言うことももちろんできないよ。 3分前に私は車を直し終わったっていう感じなんですね。でもこの言い方だと今の自分とそれは全然関係ない言い方になっちゃうんです、英語の場合は。日本語っていうのはそこで、ああ私やっと車の修理できたっていうふうにその言って、だから今すごい気持ちいいんだよね、やったっていうふうに言っても別に全然文法的にもおかしくないし、そんなこの使い方をしてあの使い方をしてっていうのはあんまり意識してね、言わなくてもいい言語なんですけど、英語っていうのはその行為をやったことによって今自分がこういう気持ちなのかっていうことを言いたいときね、その時にはこの現在完了形を使う、ここね、過去形じゃないってことね。でこの現在完了進行形をその中でさらに使いたいときはどんなときかっていうと、これです。終わってないっていうのを表したいときは現在完了進行形、いい、終わったーっていうこの喜びっていう方は現在完了形。この違いを覚えておけばね、日本語の文章が来た時にこの日本語の文章はどっちを言いたいのかな、どう何を聞いてるのかなっていうことが分かります。で、あ、終わってないってことを言いたいんだなっていう時は I have been、 こっちです、 fixing my car、 こっちにしないといけないんだよね。じゃあね、みんないい、もしあなたがね、夜夕飯を作って、であなたのそのなんていうのかな、こうクッキングしているこのぐちゃぐちゃのものがまだまだそこにぐちゃぐちゃってあった時の言い方としてはどっちになると思う？まだ片付いてないの、あ、言っちゃった、片付いてないのまだって言ったらこっちだよね、終わってないっていう方じゃない？だって料理って基本的にキッチンぐしゃぐしゃにするけど、料理してる間その料理終わったらピカピカって綺麗になった状態で終わったって言えるわけじゃない、クッキングって。でもまだそのね、お皿洗いもあるし、まだフライパンも洗わなきゃいけないっていう状態だったらこっちでしょ。そうするとここが I have been、 I've been っていう風にここくっつけてもちろんいうことできるんだけど、 I've been cooking でしょ、 cooking this evening ね、そして I've been cooking this evening って言ってるってことはまだ終わってないわけだから、 Now I have to do the dishes、 だから私皿洗いしなきゃいけないの、ぐちゃぐちゃでまだ終わってないっていう感じ、これがHave been cooking の方ですよね。じゃあこれ I have cooked、 この完了形の方を使ったとするとどんな感じになると思う？ I have cooked、this evening、 私今日ね、料理作ったのよっていう風に言って、 So that's why I feel so good ね。もうそのクッキング、もうキッチンはこうピカピカな感じ、 I have cooked、 まあ多分 I have cooked っていう風とフォーカスされているものは I have cooked this dinner っていう感じで、このディナーを作ったっていう方向にフォーカスされている感じになるんですね。 I've been cooking ってなると、そのクッキングをしているという状態の方にフォーカスがされているので、そこがまたちょっとね、この完了形を使う時とその、現在完了進行形を使う時に動詞によってどこにフォーカスをされるかっていうのがまた変わってきちゃうんですけど、このとにかく頭の中にあるのは終わっていないのか
終わったのかっていうので区別をするといいです。はい、それでは、いよいよそのキーセンテンスね終わりましたので、本文の方に行きたいと思います。